ce mois de juin, mon ami DJ Sonic M me prévient qu'il organise un concert exceptionnel en collaboration avec Real Japanese Hip Hop, qui est le site de référence du hip-hop japonais, à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Une rappeuse talentueuse du nom de Komachi sera présente. Sa particularité, intégrer les arts traditionnels japonais dans son rap. Elle se produit en yukata et a même utilisé des bonsaïs dans l'un de ses derniers clips. Curieux, je pars immédiatement lui poser des questions sur son lien avec les arts traditionnels, dont le bonsaï. Konnichiwa, bonjour, Komachi desu. 私は日本で2006年から活動しています。で、ラッパーとして、そしてシンガーとしてずっとやってきました。で、なぜかというと、私自身が本当に日本のカルチャーであったり、日本っていうものが本当に好きで愛していて、大学時代に日本文化を専攻していたぐらい、好きなんですね。で、同時にヒップホップもすごく愛していて、で、ヒップホップっていうのは、すごく自分自身をこう表現するカルチャーだと思うので、それを、私なりに、日本の文化と掛け合わせて、自分のアイデンティティを表現していくってことを作っていきたかったので、やるようになりました。もちろん盆栽は昔から、日本人ですから知ってますし、盆栽というものがなんか美しいなと思ったことも子どもの頃からあるんですけど、若い世代で盆栽をかっこよくやっている人たちがいるっていうことはずっと知らなくて、それでトラットマンズのてっぺいさんの作品を見て、もうめちゃくちゃ素敵だなと思って、あのビデオに出てほしいなということでオファーさせていただきました。たまたまインスタグラムで、発見して、トラドマンズ。それで、この曲のプロデューサーの宇山ひろとさんと、親交が深いということで、宇山さんに紹介していただけないかなということで、行ってみたら、ぜひということで、はい、コラボしました。私が盆栽はやったことないですけど、いつかチャレンジしてみたいなと思います。Merci, bonsai culture. Please follow my Instagram, coma_chi. Yeah, that's my way.